山名義則は、江戸時代中期の交代より合い、田島国村岡領主。原文5年3月8日に、地区後柳川藩第五代藩主、立花忠しはじめの八王として、柳川藩江戸藩邸において出生した。立花氏時代は、同藩第七代藩主となった兄の立花、明通りから一時を賜り、立花父と名乗っていた。法暦5年から通称王を行へと称した。 法暦十二年、山名豊県の婿養子となり、山名豊木と改名した。明和二年四月に、家督相続した。関西六年に隠居した。文政三年二月八日に死去した。猿尾滝艦幕図、梅に、鶴関政重修所家府の立花家系図及び、柳川市別冊、図説立家書き。兄、関通りは藩主になった。延教三年から法暦五年は意味な かんまつむろと名乗っており、この間に一時配慮されたと思われる。豊隆かが、義則と改名以降、山名持ちとよ世代以降とり字であった。豊かの字に代わって、義の字が、山梨着流化の通字として用いられるようになった。この字は、山梨の祖先にあたる生は源氏由来の字であり、創始者の山名義則をはじめ、山梨一門でも一部の者のが使用していたものである。 立花織江や文書目録参照。なお、資料番号は C-71 から36から1と C-71 から36から2。ありがとうございます。